はい、今日もあなたと役所行きということで、本日は2018年の11月7日、火曜日、今日は午後から雨ってことでね、今日は火曜日出荷日なのでね、雨が降らない前に収穫しようと思ってるんですが、さて白菜ですね。レタ菜がもうこちら半ベッド終わりまして、で白菜の収穫となってるんですが、そしたら今日はお手伝いの方が若者が1人来てくれてるので、そしたらそのコンテナを1個持ってもらって、そしたらこのこれでよいしょ、この辺からもうランダムにこう取ったことあるよね、この辺でね、この辺をこう取って、これは厳しいね、はい、っていう感じでこう順番にこう取ってみててくれる、これなんかは綺麗だよね。でこんな感じで、でもこの段階でこうやって、もしあれだったらこう置いて、こんな感じね、でドーンとこうこの辺まで取っててください。今日はお手伝いの方がねこうやって一人来てくれてるって、こんな感じね。彼は経験者なのでね、15歳ですけどね。さあこの白菜ね、一発目ようやく11月に来てね、まあまあまあ巻いてきたんじゃないですか。ちょっと甘き甘いですけども、でやっぱりちょっと病気などね、今年はなぜ9月ぐらいがね高温で推移しましたんでね、ただまあずっとねレタ菜を引っ張ってきたので、なんとかね、まあでもやっぱりこう虫食われ、虫食い多いですね。これが白菜の一発目、なのでね、いやどうですか、ちょっと厳しかったりもしますが、なんとかねこれを出していきたいという感じですが、割とやっぱちょっと厳しいですか。もう11月ですからね、キャベツに続いて白菜もね、あなかなかいいねその白菜ね、はいはい、ね、ちょっとちっちゃいな。若干油虫もいますけど、まあまあその辺はね、有機栽培の場合は愛嬌ということで。これぐらいは欲しいですね。これぐらいの大きさ。よいしょ、よいしょ、まあできるだけね長く置いておくとね虫にやられやすいですから、早めにね取ると、よいしょ、よいしょ、はい、どんどん取っていってくれる、いいコンテナ、そう、ね、もう少し外ばかいて、そうこんな感じ、はい、もうちょっと裸にするといいです。よし、白菜がねこれでね11月で12月1月と、あ、なんとかね2月末までがノルマでして、特段どうしよう、マイナス100度ぐらいの大寒波が来ない限りはいけると思うんですが、ちょっと油も少いかな、よし、一回でも洗えばね取れます。これからね寒さが当たってきて、どんどん薪がね閉まってきますんでね、ちょっとちっちゃいおまけですね。まだね若干薪が甘いですね。今年はやっぱり暖かかったからかな、それもありますね。よいしょ、
いしょ。大体取ったかな。そうね。そしたらもうちょっとこっち来てくる？よいしょ。この辺、はい、取っちゃっていいよ。もうこの大きさだと1軒分になっちゃうんですね。ちょっと巻き甘いですけどね。よし、よし、こんな感じでいよいよね白菜の出荷が始まりましたね。まあまあ今年はね酷暑にもめげずね、なんとか、白菜はうまくいきましたがね。でキャベツが始まったんでね、カリフローレがもう完全撤去に入っていて、これが最後のカリフローレでね、カリフローレも今年3年目だいたいなんとなくね栽培のコツがつかむことができましたかね。カリフローレ本当にいい野菜ね、美味しくてまあアクセントとしてはいい野菜ですけど、やっぱり無農薬だったらちょっと難しい品種ですね。やっぱ時期をちゃんと狙わないと難しいということが今年分かりましたかね。さあそんなことで今日ねお手伝いの方が来てくるね。はい、ありがとう。じゃあこんな感じでね、今日白菜は4コンテナね、ちょっとねまだまだ巻きがねちょっと甘いですけど、まあいけるんじゃないかね。白菜を初出荷している百姓の家の動画でございました。それではまた。